はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校社会の語呂合わせ、歴史の分野、ルネサンスの人物ね、こちらを見ていきたいと思います。で、まあルネサンスっていうのはね、何だったかっていうのをね、簡単に復習しておくと、人間に価値を認め、生き生きとした人間の姿を表現する新しい文化の動きとね、まあ、これどういうことかというと、中世のね、ヨーロッパっていうのはずっとね、まあ、キリスト教が、まあね、支配しててね、まあ、あんまりそのね、まあ、人間の肉体の美しさとかね、まあ、そういうことにはね、価値を置いてなかったと。でもまあこのね、ここに書いてあるんですけど、この14からね、16世紀にかけて、まあ、イタリアのね、都市を中心にね、このルネサンス、まあ、文芸復興とも言うんですけど、っていうのが起きて、ね、で、まあ、中世ヨーロッパよりもね、もっと前の古代のヨーロッパ、ギリシャ時代とかね、まあ、ローマ、ね、ギリシャローマ時代のね、そういうふうな芸術とかね、まあ、そういうのをね、まあ、復活させて、で、そしてそれがね、イタリアの都市からヨーロッパ各地に広まっていったよとね、まあ、そのね、一連の動きを、まあ、文化的な動きをルネサンスと言いますと。で、まあ一応ね、この中学校の社会の歴史の教科書で出てくるね、代表的なこのルネサンス期の人物として2人ね、レオナルド・ダ・ヴィンチと、ミケランジェロという人がいますよとね、まあどっちもね、まあ聞いたことね、あるかなと思うんですけれども、名前はね、このね、レオナルド・ダ・ヴィンチで、まあ有名な作品って言ったらね、このモナリザ、ね、モナリザの、まあ、絵画ですね、が有名ですよと。で、あと、まあ最後の晩餐、キリストね、イエス・キリストが真ん中にいて、で、その周りにね、弟子の十二使徒がいて、で、まあね、食事をね、こう、なんか長いテーブルで食事とってて、で、まあこの中にね、この十二使徒の中に、私を裏切る者がいるっていうふうにね、イエスが言って、で、まあびっくりするね、十二使徒の様子がね、描かれてる絵、最後の晩餐もね、まあ、ちょっと有名なんですけど、教科書の方にね、ちょっとこのモナリザの絵の方がね、書いてあったので、まあ、書いてあったというか、載ってあったのでね、まあ、こっちの方ちょっとね、書いてみましたと。で、あとこのミケランジェロ。まあ、ミケランジェロもね、まあ、絵画とか、あと彫刻とかね、あと建築とかそういう風なので、まあ、有名な人で、まあ、教科書にはね、このダビデ像、ダビデの少年ね、ダビデの、彫刻の、ね、像がね、載ってたので、まあ、こちらをね、覚えるといいかなと思います。で、まあ、この二人をね、覚えとけば、まあ、とりあえずね、ルネサンス期の人物としてはいいと思うので、あとはね、語呂合わせの方ですね。ルネはミケだ、レオもだと。まあ、どういうことかっていうと、まあ、このね、ルネとレオっていうね、まあ、ちょっと、二人っていうか、二匹のね、まあ、猫がいてね、まあ、ミケちゃん、ミケ猫ね。まあ、白黒茶色のね、三色が混ざっている猫ですね。ルネは、ミケ猫だぞ、とね。そしたらもう一人の人がね、レオンもミケ猫だぞって、レオンもなっていうふうに言ってるというところで、まあ、内訳はね、ルネが、まあ、ルネサンスのルネですね。ミケだで、ミケは、まあ、ミケランジェロのミケだ。だはダビデ像のだとね。で、レオが、まあ、レオナルド・ダ・ヴィンチのレオで、モナが、まあ、モナリザのモナという感じでね、まあ、代表的な人物と、まあ、代表作をね、覚える語呂合わせということになります。はい、今回ね、以上になります。他にも語呂合わせ、解説動画ね、リクエストあったらコメント欄の方にお願いします。あと、まあ、タケノコ塾、ツイッター、インスタグラムやっているので、フォローの方お願いします。リンクは概要欄に、貼っておきます。では終わります。どうも、ありがとうございました。